翔太、おい、日野、起きろって。起きろ起きろ起きろ。ちょっとエグいこと起きてるかも。エグい、もうここ終わってるわ。あ、マジで。まあでもとりあえず練習行かない、やばいし、行こう。ちょ、いつまでやばない。そんなことでエグいこと言ってるって。何が？エグい。これ起きよん、食うしかないやろ。これは食ってから行くしかないやろ、これは。いやでもここ終わってるし、次回はやばない。洗いちゃって、トイレ行ってることでしょ。それしかない。それで行こう、それで行こう。ちょっと水かしてくろ。水かしてくろ。練習していい。いや、マジで入りづら。やっとガチガチか。失礼します。すいません、お手洗い行ってて、予定料くれました。僕もお手洗いです。僕もほんで。はい。もう全然わからん。もうお前話はお前が決めて。オッケー。もう時間取らさんといて。はあ、もう何があったマジで。お前らやらかしたな。もうちょっとで許してもらえそうな感じあったんすけど。お、こっちであれで。はい、まあ言うてみ。うん、俺らにできることだったら助けたるから。うん、まず2年のこいつらが一元歩行で練習遅刻して、でその当日ライン送ってなくて、バルバル、こいつら2人が一言目歩行で遅れましたって言って、でそれが悪びれない感じやって監督さんぶち切れて、バルバルバル、もうちょっとで許してもらえそうで時に先輩方がいらんことしたんで。ラル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 。そっか、お前らにできることあったら助けてくれへん。すいませんでした。すいませんでした。ラルラルラル。いいのこれで。ん、いえ、一番ないよチームで。ほうれん草って聞いたことある？ラルラル。ない、バカだからお前ら。あ、あります。ある、あります。うん、バカにはわからんが。ラルラル。わかる、ほうれん草。報告、連絡、そう、掃除か。ポコジュン。あ、相談。そうね。バルバルね、コミュニケーションよ。地形あれ、そっから。オッケー。はい、はい。でも練習入るな、お前らは。顔作ってから来い。こっちも勝てる。行こう、行こう。いや、勝負勝てるやろ。絶対いける。今回ばかりはこの家を勝てるよな。確かにいける気がする。考えたんすけど、やっぱり納得いかないっす。普通に僕らはやることやってますし、ただ当日ラインに関しては確かにナーナーにはなってました。でも練習出されるくらいのことですか？絶対監督不機嫌からの不発当たりじゃないですか。僕らね、今日授業終わってからめちゃくちゃ走ってきたんですよ。何よりも急いできました。ただちょっと腹が痛くてしょうがなく遅れてしまったんですよ。それを最初に言いたくなる気持ちもわかるでしょ。お前はない。まあいいですか。すいません、先輩方は唐揚げ定食食べましたか？ああ、朝飯もちろん食ったよ、授業行く前に。いや、あれ今日寮の見学に来る高校生のために寮館が作って置いてたやつなんですよ。あ、ガッチ申し訳ない、授業行く前に食ってもうた。いや、あれ2限の授業中に作ってたんで、授業前に朝食を済ませたんじゃなくて、授業終わってから朝食を食べたことになりますよね。では。なんで？何、お前らそんな平気で先生嘘つくらったろ。すいません。え、でもそれは授業必死に受けてたらめちゃくちゃお腹減って、その状態で野球に行くとチームに迷惑。おや、あ、今いいですか？すいません、今グランドの入り口にジョニー先生が来ていて、先輩方今日ここ休んでたみたいなんで、その分のレジュメを持ってきてくれました。どうぞ。なんで。先輩、今日雨です。なんで？今日雨です。雨？はい。かっ、はい、先は下で待ってます。行きます。ちっ
なる。おや？はい。ではちょうど失礼します。おや？おい、おい。どうなんだ？あ、この後。あ、施設、室内練習場行くで。なるほど。俺が新しいとこ予約しました。なるほど。マジで意味わからねえや。なんだマジで。何してくれてるのマジで。雨で無理やねんか。もういいや。いやいや。そこまでやったら何の意味があるのそれ。いやいやいや。知らないそんなの。頑張ろう。なるほど。ダラダル。はい。ダル。で、まあ、この後やけども、何や、あれ、雨雲レーター。ポコジュン。な、はい。あれ、見る限りでは、なんかまだ、もしかしたらやむかもしれへんな。そうです。ダラダル。いう可能性も残ってるみたいやから、それやったら、まあ、そんなに、まあ、焦らず。まあ朝食食べ終わってからでいいので、しっかりと雨雲レーターを見ながら、今後の、まあ、流れね、今日の流れね、ちょっとキャプテン、連絡してください。はい、お願いします。はい、どうやった？報告します。監督と話しただけかね。まあ室内練習場 A チームしか使われへんとなったなってないけども、さっきのところもう一回電話して。おや？まだ時間いけるってことなんで、ね、ここから行きたいと思います。めっちゃお前マジで俺のことすお前どうだ。あ、集合。ダラダラル。このチームいい感じやん。ダラダラル。お前みたいな緩い考えのゆるキャラ嫌なダラダル。はっきり邪魔ダル。まあお前は一年坊主のためにもな。何してんねん。写真撮ったったなる。お前マジでそれ以上調子乗ったら監督にパイプ伝って監督の真似して生きてた写真送りつけるかな。覚えとけ。やばい。なる。それ連帯責任になるからやめて。それのためじゃあ俺の言う通りにしろ。今から監督に電話して午後からオフを提案しろ。はいはい。午後からの練習はちょっとまあやろうと思えば、はい。なる。雨雲レーダーちょっと見た感じも絶対やめてた方がいいかもしれないです。今日午後からの練習ちょっとオフにしましょう。はい、午後から練習オフになりました。俺帰るで。30分やろ。帰るって。いや監督 A チームのもんやろ。30分で来れるわけない。いやいや帰るから。帰るから。連絡席ならばやめて。ほな、あとよろしく。なる。最高の一日や。あ、何？さっき監督来たわ。あ、多分後で個人的に監督に電話した方がいいと思う。はい、じゃあな。じゃあ、その。あ、もしもし監督さん、3年生の翔太です。なる。すみません、ずるしよ。今日から赤トレっすよね。そうや、なんすか赤トレって。あ、特別ハードトレーニングやねんけど、監督と部員の推薦制やねん。監督から直々に指名されるか、部員同士でミーティングの時に指差し合って推薦し合うんやけど、まあそれがきついのよ。で、選ばれた人は赤いビブス着てトレーニングするから赤トレって言われてんやけど。そうなんすね。うん。まあとにかく部員から推薦されるか監督から直々に赤いビブスを渡されたら終わりやな。まあ俺らのことは空気読んで誰も指名してこんし、監督ともちょうどいい距離感やから今回は大丈夫さやな。なあ、おい聞いてる？おい聞いてる？え、そう、お前何してんのさっきからずっと。
や、最悪あれっすね、既読無視。あ、マジ俺も途絶えたって、もう最悪や、彼女欲しいって。ほんまにな。てかお前、ちょ、エミリちゃんとどうだ。まあまあ、仲良くさせてもらってますよ。なんでこいつだけな。ほんまに意味わからんくない。俺かっこいいって言われたの。いや、俺も言われたって。え、うん、そう、お前ら可愛いって言ってる。そんなん言ったらお前チャラい思われるじゃん、あかんな。え、でも向こうは言ってくれてんやろ。それはお前自分の承認欲求満たしてるだけやん。恋愛っていうのはお互いに相手の承認欲求を満たすものやぞ。へぇー、今日か、赤トレが始まりますね。お前らからの推薦も大事になってくるから、今日の赤トレに早速ね、推薦したいと思う部員を、お前らそれぞれ指差しやってくれ。なる。はいはいはい、いずれ手つくれ。そう、ほいほいほい、もっとももあげて、もっともも上げて、はいはい、ももあげて、おい、もっともも高く高く高く、はい、解放、はいはい、解放なる。あら、今日は赤鳥もしっかりやったしな。あー、どうぞ頑張っちゃったと思うし。あ、翔太と雪村、お前ら、純が今日赤鳥頑張ったんやから自主練ぐらいしてたらどうや。なる。いや、今日勉強があって。嘘つけ。すみません。あ、そうか、そうだよ。ほな、順次練習しようか。キモすぎ。はい、そこを意識しながらやっていきましょう。はい、解放。よっしゃ、よっしゃ。だるみ。待て待て、どうでもやる。お前ら先輩も。いえ、いえ、いえ、いえ。え、いえやつ。嘘だろぉ。 え、今いいやつだ。お前、翔太、お前いいやつだ。僕言ってないです、僕言ってない。今いいやつだ。みんな、お前いいやつだな。いや、あいついいやつだな。いや、違います、噛んでしまったんで、ちょっとそう聞こえたかもしれないですけど。いや、お前、吐きながらにこう、自分からふざけてる感じでいいやつって。いや、言うたい。いいえって言いました。いや、お前今いいやつだ。噛んだんで。いや、お前いいやつだぞ。監督、僕録音してるんで確認しましょうか。嘘だろぉ。言うてるね。バラ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 、思いっきり言えよ、言うとんな。それはあかんやろ、翔太。バラ、はあ、もうこれ感じるで、はっきり言って言うとるわ。証拠もあんねんからな、これ。あれってこれなんで録音しとるの。翔太さんに言え言うから録音しとき言われました。今チームええ感じやねん。ここかね、はっきり言ってちゃう。バラ、すいません、やんな。あ、おはようございます。ちょうどどうすどうす。いや、朝まで飲みすぎたよ。これでノックできなかったら君のせいだよ。あ、すいません。じゃあ草野球のコーチ行ってくるね。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。もしうまくノックできなかったらまた練習付き合ってね。頑張ってください館長。頑張ってください。本当に本当に黙ってください。ありがとう。ちょっといいですか。いやいや、翔太さんは頑張ってくださいじゃなくて黙ってくださいって言ったんですよ。どけどれ。おい、真田、ずっと同じとこ入りへんか。なんで監督の悪口言った今。真田。はい。明日からのお前が取り返せ。はい、オッケー。はい、じゃあ行きましょうか。よっ、よっしゃ。お前な、反省してんのも楽とかないと思う。掃除最後までせよ。俺ちゃんと見張っとくからな、お前。スル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 。しかもさ、監督の最後のあれ見た。明日からのお前が取り返すよ。お前何がやねん。お前のために言ってくれてんねんぞ。
お前、お前ちゃんと真摯に受け止めなあかんやんけ、お前。これ、エグイズ監督のセリフ、もう一回言ったら、明日からのお前が取り返すよ。じゃあ、俺ちょっとトイレ行ってくるわ。おっそだろー。はい。元気？お前じゃん。おや？なる。あらー、ええ、お前だるいって、マジで。もういや、返信来んよな。どうしてんの？なる。いや、わからない。ちょっと待ってんねん、大満足。俺もやめろと思って。なる。でもええからもう向こう行けって。いいの？うっとうし。いいの？もううっとうし言ってこなかった。監督さん、今お時間よろしい？いい。なななななる。普通に謝るだけじゃ無理か。何してんの？もうええってお前。いやほんまにほんまに。え？なんかもう普通に謝っても許してくれんからさ。こうやって裏に落ちるボールゼロにして形で見せたら監督も話聞いてくれるかなって。なるよ、守る。うん、監督さん、今お時間いいですか？いい。あの、すいません、聞いてください。裏に落ちてるボール一球残らず全部拾ってきました。そうか、ほんまにもう裏にはボール一球も落ちへんのやな。はい、一球もボール落ちていません。ボール落ちました。こいつめーは？おい、はい、お前なんでこんなボールいっぱい落ちてんの？あ、昨日多分あの後なんか真田さんがすっごいなんかニコニコしながらファールゾーンにボールいっぱい落ちたんで。来ますぎー。試合前に行こう。よいしょ。なんで？まだペース上げろ、ペース。はい。なんで？どういうこと？どういうこと？なんで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 ？毎日毎日、俺何してんねや。いい子や。おえってや、お前。お前ゴールより集めろや。ごめんごめん。裏に落ちてるボールは一球残らず全て拾いました。本当にすみませんでした。ボール落ちてました。暇すぎー。しかもゴミも。暇すぎー。ロータが多分食べたやつです、これ。暇すぎー。絶対そうです。ごめん、ボール落ちてました、ほら。ボール落ちてました。うっ、二人ともなめちょる。解放、レッツゴー解放。